個人か主人かは大した問題ではないとおっしゃったので、そのお言葉は受け止めておきたいと思います。<laughs> そしてですね、今、福山委員はですね、もうまるでですね、まるで私と妻がですね、この結果に働きかけをしていたかのごとくのですね、いや、影響を与えたすみません、ちょっと後ろのベンチの方ね、テレビを見ている方、 分からないかもしれませんが、後ろでやじられるとね、大変うるさいんですよ。ですから本当にこの真偽を妨害するのはやめていただきたいと思います。よ,よろしいでしょうかで。そこでですね、そこで、いわば私と妻がですね、えー、この理財局等に、あるいは学校の認可等々にですね、えー、私たちが結果として影響を与えていたかのごとくですね、えー、議論をしておられますが、まず第一点ですね、第一点。 西田委員が今日質問をする中で明らかになりましたよね、この売バ買イバイにおいては、ですねこの値引きをする法的根拠について明確にしたじゃないですか、れそれをですね、それ,それについて、いわばこれも、あのやり取りはおかしいということであればですね、やり取りがおかしいということであれば、これは不当な値引きだったということになりますよ。あととこのの年前にというう開講を控えてて中でどうして 理財局が判断したかということについても、これ、明確になりましたよね、訴訟リスク等があるということについて、それが違うということであれば、これそもそも大きな、これは問題であるということになりますが、それはまあそもそもそうではないわけであります。そうではない中においてですね、ということは、つまり法的にですね、法的にちゃんとプロセスにのっとって、正しい根拠を持ってやったということであれば、私も妻も関係ないじゃありませんか。さらにですね私も妻も妻 誰もディザイン等々にですね誰にも言っていないのに、ですねこの名誉校長に安倍昭恵という名前があれば、これ、インドみたいに恐れ入りましたってなるはずがないんですよ、日本のですね、かつてそんなことあったんですか、そんなことあったんだったらね、一つでもいいですから、例を出していただきたいと思います。私の妻ががが名誉何々になっていていそれを忖度した事実が事実実 ないのにですね。まあで事実がある方のことを言うってのはこれを典型的な印象操作なんですよ。で先ほどもですね稲田富ミ議員への質問においてもですね稲田さんが顧問弁護士をやっていた法律相談をしていたということをですね書いたのはある人物がメールうういわばブログに書いたんです。ブログに書いた。でそれで籠池籠池氏がですね籠池氏籠池氏が,氏が言ったのは。 公に言ったんではなくてその人物に言ったわけなんですでその人物は、籠池さんからそんなこと言われてないということで、謝罪をしてるんですから、であるにもかかわらず、あるにもかかわらずですね、あるにもかかる福山さんは、だから籠池さんを呼ぼう、これ、私の名誉がかかってるんですから、私にもですね、散々福山さんは今、えしかしね、散々今、福山さんは、私と妻の名誉を傷つけたわけなんですから、散々私と名誉私と妻がですね、 まるでこれにちょ,ちょっとまずですね、まずこの後ろのですね、はどうもちょっと後ろのですね、ヤジが多いと、ですね何も何も聞こえないんで、しゃべるのも、ですねヤジが大きいと、私、なかなかしゃべりづらいんですよ。だからそこでですね、長々と私と妻がここにまるで関わっているかのごとくですね、あれで大きな不正があって。 犯罪があったかのごとく言うのはです、ね、これは大きな間違いでありますから、まあ、だから私がちゃんと時間をかけて、ご説明をさせていただいているところでございます、さらに私に説明を求めるんであれば、またお答えをさせていただきたいと思います。